皆さん、もみですよ。はい、ちょっと今日も顔が怖めなんですけれども、今日は立った状態でヨガをしていきます。短い時間なんですが、グン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 グーと代謝がグン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 グーと上がりますので、怒られちゃいますね。ということで、しっかりヨガはやっていこうと思います。ナマステ、よろしく。まずマットに立ってスタンバイしてください。はい、基本の立位をやっていきます。足と足の間に拳1つ分ほどのスペースを空けます。できました。親指、小指、かかと、足の裏全部で踏んでください。普段どこか1箇所とか片足とかに乗りやすいですけど、全部まんべんなく使おうとします。指もしっかり使ってね。できました。チェルマズだけが上がっている感じです。膝は少しだけ緩めましょう。太もも内側に引き寄せるような気持ち。尾てい骨真下、お尻がプリッと出ないように、反り腰にならないように気をつけていきます。真下で下腹部軽く締めて、お腹で立ちましょう。背筋を伸ばして、肩前から後ろです。皆さん、このタダアサナだけで体が引き締まるんですよ。顎を引いて、ほんとほんと頭頂部スッとね。立ち方がどれぐらい大切か、普段の動作がどれぐらい大切か、こういう基本のポーズで確認します。そう、背筋ちょっと肩の力入ってないですか。抜いて、そう、リラックスしながらも中心、自分の軸を強くしていきます。そうすると心も強くなりますよ。顎を引き、目を閉じてみて、ちょっと体が揺らぐと思うんです。うん、中心軸に変えるつもりで呼吸をゆっくり行います。タダアサナ、山のポーズです。基本の立位です。山になったつもりで堂々と自分の軸を強くしていく。ゆっくり目を開けていきます。 OK。 それでは少し体側を伸ばしていく、ウエストを作るポーズを行います。右足を左足にクロスするようにしてかけて、足先ちょっとついてください。で、両手万歳にして、左手で右の手首をつかみます。そのままゆっくりと左側に傾きます。視線は斜め下か、もしくは右斜め上です。体側の伸び感と足先ちょっとついてるだけなので、ちょっとグラグラしますよね。タダアサナ忘れずに、足の裏全部左足使って踏んでください。お腹で支える気持ちです。戻る時もゆっくりと丁寧に、両手合掌で胸の中心に帰り、クロスした足を戻してタダアサナに帰っていきます。一回一回山のポーズに帰るのが大きなポイントです。今の体の状態を味わっていきます。反対いきましょう。左足クロスします。足先ちょんとついて、大丈夫かな。右手で左の手首をつかみます。万歳して、ゆっくりと右側に傾きます。姿勢は斜め下か、もしくは左斜め上。体側の伸び感を感じてあげながら、呼吸がどんな風に体に入っているかを感じてあげるといいです。少し体ぐらつくと思います。インナーマッスルが鍛えられていますよ。体しなやかに、戻る時もゆっくり丁寧に合掌にして足を戻していきます。山のポーズ、タダアサナ。 OK です。これも体を引き締めるのに大変有効なポーズです。バランスポーズ、木のポーズを行います。両手を腰骨に置いて、中心右足、左足つま先ちょんです。膝横に開くようにしてオープン。左足、右足に足の裏くっつけます。まだ足先ついてて大丈夫です。ここも結構難しいんですよ、意外と。ここでもいいです。ふくらはぎ、膝飛び越して内もも、引き寄せてかかとをしっかりと足の付け根、もしくはかけちゃっても OK です。骨盤がまっすぐ、両手胸の前で合掌です。そう、呼吸ゆっくり。木のポーズ、ブルクシャサナ。このままか、もしくは手を上げていきます。視線は正面、体がこうぐらついても何度もチャレンジする、何度も中心に戻る。そう、ゆっくり手を戻して足を戻していきます。両手は体側へ。反対いきましょう。両手腰もね、重心左足、右足つま先ちょん、股関節から開く。
内側にさっきと同じ高さまでいきます。さあお腹締めてレッチリにならないですよ。山のポーズ忘れない。胸の中心合掌。はーっと息を吐いて吸い込む息で両手を空です。キノコスブルクシャーから一点集中、集中力アップ。体を引き締めていきます。気になったつもりで心静かに両手胸の中心、腰までに手を置いて足を戻していきます。 OK、 両手対策ちょっと手足を振っておきましょう。はい、 OK です。もう少し引き締めていきたいと思います。山のポーズ、足と足の間は拳一つ分でもいいし、くっつけてもいいんですが、立ちやすいやり方で両手胸の中心合掌にしたら吐く息で後ろ腰掛けていきます。チェアのポーズ、椅子です。まっすぐ膝が出るんじゃなくて後ろの椅子に腰掛ける。そう、いいですよ。で両手を上に上げて手と手の間を開いてそこを見ます。チェアのポーズです。さあこれでしっかりと下半身を引き締め、ウエストも作るポーズに入ります。両手合掌に変えて右 肘を左ももの外側に引っ掛ける。こういう感じ。この時に膝がデコボコしないようにまっすぐ、そう、押してねじって視線斜め上行きましょう。呼吸止まらないように。大丈夫だよ、いける。真ん中に戻って反対行きましょう。肘を引っ掛けてぐーっと押して膝が左足出ないように、そう、視線斜め上。もうちょっと頑張って呼吸で意識を感じて、ここ使ってるな。そうです、真ん中に戻って頑張りました。前屈します。このまま手を床に置いて膝を伸ばしていく、こういう感じ、だらっとしてください。膝曲がってて大丈夫。ちょっと体揺する、ブラブラ揺する。で両手がつかなくてもいいです。すねにもいいので楽にしてください。戻るときはロールアップ、背中丸めてゆっくりと丁寧に丁寧に変えて山のポーズ。さあ OK、 頑張りましたね、素晴らしい。最後もう一つだけポーズを取って終わりにします。最後は戦士のポーズです。両足大きく開いてください。肩幅もう3倍開きでもいいです。 2.5、 3倍開き、結構大きくいきましょう。ダイナミックに、そうです。右足90度外側、足先向けます。反対の足やや内側です。2つの腰骨、ね、正面に戻して、尾てい骨真下、山のポーズ崩れてませんよ。両手肩の高さまっすぐ伸ばして勇ましくポーズをとっていきます。右膝を曲げましょう。膝がかかとより前に出ない、出ている方歩幅が狭いのでもう少し広げて、そうです、体前に引っ張られないようにまっすぐ、土台まっすぐですよ。土台から伸びる軽やかな背筋、視線を右手の先、綺麗です、バッチリ。ビラバドラサナ、戦士のポーズの2番です。手が自分がまっすぐ伸びているか、特に後ろの手が下がりやすいです。膝前に倒れない、いっぱいありますね。細かく繊細に作るポーズ、勇ましい。もう一つ踏み込んで OK、 バッチリです。膝を伸ばして視線正面、両手ストン、吐く息リラックス。反対行きましょう。足先一度正面に2つ向けて、左足90度外側、反対足やや内側、2つの腰骨正面、グッ、両手を肩の高さできてるよ。踏み込みましょう。歩幅は多分さっきと変わっていないので大丈夫かなと思うんですが、膝が前に倒れないこと、つま先と膝同じ方向、下半身強く、もう一つ踏み込んで、そう、力強い戦士になったつもりで両手長く脇から伸びて、視線を左手の先、ポーズ止まっていません、流動的に動いています。呼吸とともに深まっています。吐く息で一つ踏み込む、一つ手が長くなる、一つ頭頂部高く伸びていく、薄い自分になっていきます。呼吸とともに流れるエネルギーを感じ、丹田を強くしていく、下腹部でポーズをとっていきます。頑張りました。お膝を伸ばして姿勢正面、両手ストン、吐く息、はー、
しっかりと正面に見せてから、うっち外で、あ、先うっち外、うっち外で戻します。山のポーズ最後とって終わりましょう。山のポーズで瞑想します。足と足の間、拳一個、両手短足、顎を引いて頭頂部空、目をつぶり静かな時間を感じていきます。今ここを味わって、今体に起きていることを感じて、静けさを楽しみます。ぶれないあなた、しなやかな心体が作れました。ではそーっと目を開けて、今の自分を味わったら胸の中心合掌です。今日もご視聴できたことを感謝します。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？立っているだけで体ってなんかエネルギッシュになれますよね。うん、一緒にできたこと花丸です。またお会いしましょう。バイバーイ。